大関さんが現れた。大船団排数は孫権劉備の即席連合軍。連合軍の勝利には定数を覆す奇策勝利。曹操軍の奴らは飛んで何でも家計を仕掛けるらしい。今の風向きじゃさあ。ねえねえお姉ちゃん、諸葛亮って人を手伝おうよ。ダメよ状況、戦場に出るなんて危ないもん。それに周遊様だって私たちがいなくなったら心配するわ。でもこのままじゃ私たち負けちゃうもん。きっとだっけ。それがうまくいけば周遊様も喜ぶよ。それはそうかもしれないけど、でもやっぱり危ないし。周遊様きっと褒めてくれるよね。よし出発。私は祈祷書に向かいます。曹操軍の動きには注意して。Thank you.
してまいる。戦場で武を競わん。敵将、討ち取りました。